北海道では飲酒運転を見逃さない取り組みを強化しています。北海道飲酒運転の根絶に関する条例では、飲酒運転をしている者またはその疑いのある者を発見したときは警察に通報することが努力義務と規定されており、北海道警察では飲酒運転を見かけたら迷わず110番通報するように呼びかけています。どのような場合に110番通報が必要になるのか、一例を見てみましょう。車が右に左にふらついてセンターラインをはみ出すなど蛇行する車、進行速度が異常に遅い車、信号が青色になってもなかなか発進しない車、信号で停止する際、停止線のかなり手前で停止する車。このような車は飲酒運転の疑いがあります。見かけたときは110番通報をしましょう。なお、駐車している車の運転席で飲酒しているとき、お酒に酔った様子の人、またはお酒の匂いがする人が運転席に乗ろうとしているときは、この後飲酒運転をする可能性が大変高いので、必ず110番通報をしてください。110番通報をしていただくと、警察官から目撃した時間、場所、車のナンバー、車や運転手の特徴などをお聞きします。落ち着いてお答えください。車を運転中に発見した場合は、安全な場所に車を止めてから通報をしてください。しかしながら、110番通報をするのに躊躇してしまう方もいらっしゃるかもしれません。通報していただいた方の氏名などを相手に伝えることは一切ありませんし、結果として飲酒運転でなくても全く構いません。安心して通報してください。北海道警察ホームページには飲酒運転ゼロボックスがあります。ここでは常習的に飲酒運転を行っている人がいる、ドライバーにお酒を提供する飲食店を知っているなどの飲酒運転情報を受け付けています。ホームページ内にあるメールボックスに必要な内容を入力していただき送信してください。皆様からいただいた飲酒運転情報を活用させていただき、飲酒運転を検挙します。飲酒運転は危険で悪質な犯罪です。110番通報も飲酒運転ゼロボックスも匿名での通報が可能ですし、断片的な情報でも構いません。飲酒運転が疑われる車両を見つけたときは、迷わず警察に通報をしてください。あなたの勇気ある通報が、飲酒運転による悲惨な交通事故を防ぎます。